な。おい、誰かお前マリオも出てるやん。また引くぞ。もうお前引きすぎだよ。よっしゃ、インポスターだ。インポスターくれよ、俺に。はい。来ました。絶対に吉。二人きりやん。いやいや、いやもう俺タスク勝利しか考えてないから。いや、俺もちょっと今回タスクガチります。よいしょ。早っ！え、今のやばくね？普通かな、普通かもしれんわ。ごめん、なんか喜びすぎた、ごめん。ちょっと大人げなかったかも。大人げなくはねえわ。子供じみてたかも。子供じって地味でもないな。別に子供は思わせやんねえしな、多分。高田さん右抜けてるの見てる。赤できた、赤できた。あ、もう。あれ直んねん。あ、なったなったなった。オッケーオッケー。ナイスナイス。やっぱ、チカーも使ったこの程よいガチ村、めちゃくちゃ楽しいな。いいぞ。え、なんかめっちゃ出入りない？なんか今すごい出入りなかった？え、なんかめちゃくちゃ出入りしてなかった？どこに？あ、剣士。あ、びっくりしたけどこれ。あ、めちゃくちゃ人おる。え、しょ？タンフラ？俺ダメなんだ。俺そこいると固まるから。俺入れねえんだ。俺アドミン絶対今日もう見ないって決めたから。めちゃくちゃいるやん。で、誰も喋らんやないこれ。えぇ、ー、あびゃー、静かだなと思ったんだよ。タケオさんがやってたぞ。タケオさんがやってたぞ。タケオさんが終わってる。おにきとさかなさんです。だから通信室見に来たんだ。はい、ポスターはおにきとさかなさんです。なんでそんな自信満々に言うの。さかなさんに入れる。さかなさんに入れる。さかなさんに入れる。入れちゃった。あ、僕タケオさん切ってるの見たわ。タケオさん肩細くしてんじゃん。ヒットするぞ。なんで来るんだよ、マジでよ。待って待って、ケイスどっちに入れた。魚魚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 魚それを見込んで、ね、七子さんがどっち入れるかですね。心理戦。そうそう、心理戦。誤解が生まれてます。僕じゃないです。で、昇降機に多分2体あると思う。昇降機4から、なんか移動してって宿舎前通路みたいな感じで移動してって、その時に僕と真横さんがおもろいな、これ。エンジン、宿舎前通路に向かっていて、真横さんが切られた。いや、全然ない。ね、おにき今上から来たから、あのコックピットに置いてきてるから、あの弁当で金庫行かないとそっちには行けないから、俺と剣士と一緒に。普通に来てるんだよ、一緒に。ああ、ダメだ。竹本の心理戦すごい心理戦が。竹本さんが投票するかどうか。ちょっと待って、ロ見せところよ。普通に桜さん入れるけど、いや、桜さんは書くなの。投票。ケンシが魚さん1票、中野くんが魚さん1票。え、じゃあ僕は高田さんがどこに入れてるかまず分かんないから。僕は竹雄さんに入れちゃいましたよ。か、ね、高田七子って2キル無理でしょ。だから、魚さんって言ってるのは合ってると思うから、僕は魚さんに投票します。どうなってんのこれ。3票。だから僕じゃないんだって。竹雄、高田藤宮が魚、アルマ魚が竹雄、高田藤宮が魚だから、まあ、魚さんがスキップするかもしれないんで。いや、魚さんに入れればスプリットないと思うけど。じゃあ俺、魚さんに入れるわ。僕が竹雄さんに入れちゃってるから。え、でもこれ竹雄が自投票。竹雄魚がインポスター陣の。あの、サバサバサバ。よっしゃー！おー！なんで？あれなんか無投票ある。投票してなくて。俺、魂の無投票ですね、今の。なるほど！なるほど！魂の無投票です。いいぞ、いいぞ。これだぞ。天才や。公開してるから、はい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 、天才がいた。僕を殺せもう一郎がアルマさんってことですか。いるいる。だじゃないの、よくわかんない。僕がやってるっていう証明ができないでしょ。まあ、でも僕も今状況は見てない。とりあえずもう一回押して。なんか七子さんと高田さんが誤解してると思うんだよね。抜かしてっただけど。いやー、魂の無投票かっこいいな。あ、もう最悪。あ、僕、あ、ちょっと頼んだ。いるから。あ、かっこいい。竹雄さんガチでやってるじゃん、もう。あ、もう近くないガチで。めちゃくちゃガチだ。負けられんからね。確かに。ただいつでも喋れる強いは確かに。はまあ、ないか。うん。
これはどうする直す荒間くん。どっちを選ぶ。お、でも直したね。あ、面白く、なんか上手くなったから出てくる面白いシーンもある。あ、なるほどね、あるある。雑談してんな。雑談してるじゃん、もう立ち話してるやん。何これ。大丈夫なの？どうした？いや違うから。あ、じゃあ鬼騎士店誰だった？パシャパシャ。わかんないんだって。まあそっか。なんで登場してるの？これは荒れるぞ。いいの？やばいぞ。いや、あのね、奈良子がなんか見た。俺はちょっとわかんないわ。ケンシ、どうして俺たちが言うの？荒れるときは一緒だろ、ケンシ。いや、俺ちょっと、なんか奈良子が言ってるから、そうなんだって感じ。俺ちょっと正直。竹雄さんじゃなかった場合は、荒れまさん確定。バリ汚ねえや。荒れまさんが竹雄さんやってましたって言ってたんで。ちょちょちょ、僕は竹雄さんで一郎は確定だと思うけど、魚さんは知らんよ。見てないから、そもそも。魚さんは、まあ、確実でしょ。まあ、いたし。と、そもそもあ、そうか、まあ、今治ったしな。アルマフジミヤで先に抜けたアドミンを見たときに高田奈々子がなんか謎のゆっくり動きをしていて、それで真由子さんと僕がミーティングに向かってダッシュしてたっていう感じで抜かしてます、完全に。ああそうで、ベント使ってないです。え、高田奈々は絶対無理なんすか？高田奈々は無理です。ミキルは無理だと思う。はははは。そう、奈々子あれでしょ、鬼木でしょ。鬼木だよ。うん、まあまあまあ、まあ、でもあれも、まあまああ、まあ、ちょっと待って、俺もなんかあれ。あれ。でも奈良子はまあそこまで言うんだったら。いや、ちょっと待って、一旦スキップにしようか。いやもう発表してるんだよ。遅いよ。一旦スキップ、どういうこと？あるね。発表さんでもなかったらアルマさん。いやでも、僕になる。僕藤宮アルマどっちかになるけど、アルマくんってなんで僕がインポストだと思ったのか。竹雄さん確定って言ってた。じゃあ、あの、だってじゃあさっきまで、あ、おっしゃ。奈良子とさ、高田がコミュ中で友情確かめ合ってる間、竹雄ってどういうことですか。またやってたんかい。わかんないね。友情確かめ合ってた。これはダメだ。死体のところに戻ってくるムードないと思う。まあ2つ死体があって、上ちょっと高田さんと奈々さんでリアクション。みんな終わんないぞ。終わんないんだな、これが。きちー、見に行こう。もうタスクないからな、これタスク勝利ないからな。おいおい、無事ゲートル。あいつどこだ、おい。あいつが悪いかんな。おいあいつどこだ。まずいね、もう連携できるから。あ、でもなんかそれ。そう。あいね。これ、近場の強さが出てますわ。確かに。いいなぁ。あ、でもこれやばい。右側に。ヌーンだ。あー、ヌーン。うわ、これ痛いなぁ。おい、誰かお前。大丈夫大丈夫大丈夫。マリオ怒られてるやん。死んでる可能性あるぞ、これ。一緒に見たと思ったんだもん、だって俺、ケイさん。おい、ちょうど。俺は知らない。俺は奈良子が言ってたからそう。いや、話しながら変装してるの初めて見るけど、おもろいな、この二人。やばい。罵り合いながら並走してるの笑うな。いや、マジなんで滝雄さんだと思う。アルマ魚だよ。何やってんだ。なんなんだよ俺。避けやがってや。マジで謎だった。なんで滝雄さんになったのマジで。おにぎ違うな。これ全部だなこの割。いやー、惜しかったマジでさ、おにぎさんかわいそすぎて笑いこらえるかった。いや、ごめん、おにぎ、ごめんな。あー、もうほら。あー、竹雄さん、隅で。隅で、竹雄さん、逃げてるやんか。竹雄さんも、おにぎ、ごめんな。巻いてるじゃない。かわいそうに。おにぎ、ごめんね。
鬼切り。なんで食べなかったんだよ。逃げた。やべ、くそ面白いマジで。みんなで泣いて。いやー、アルマくんあれはで面白かったら。いや面白かったマジで。開幕10秒でダブルキルしたんでね僕らも。なるほどね。やばい。面白い。